こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。本日はインスタグラム最新アップデート、最新機能を徹底解説していきます。インスタグラムは定期的に最新のアップデートであったり、機能追加が行われます。最近も新しく機能追加されたり、あとはですね、面白い取り組みなんかも今していますので、今日はそちらについて詳しく解説をしていきます。ミキミキウェブスクール、チャンネル登録してね。 チャンネル登録後通知をすべてにすると新作動画のお知らせが届きます本日の目次こちらになりますリール、カルセル投稿、DM、ストーリーズ、サブスク、ブロードキャストチャンネルこの順でアップデートをご紹介していきますどれもですね皆さんインスタグラム運用をしていく上で必須の機能ですよねどんなアップデートがあるのか気になると思いますぜひ最後までチェックしていただいてインスタグラムの運用に活かしていきましょう 今回はですね、こちらの資料を元にご紹介をしていきます。かなりアップデート多いので、後ほど復習したいよという方は、みきみケーブスクールの公式内にご登録いただくとこちらの資料をダウンロードすることができます。 その方法については概要欄でご紹介していますのでチェックしてみてください。その他にも公式 LINE 登録していただくとインスタグラムで使えるバズワード集であったりキャンバーで使えるおすすめフォント集なんかも無料配布していますのでこちらもぜひチェックしてみてください。LINE 限定の勉強会も定期的に開催中です。それではまずはリール関連のアップデートご紹介していきます。 フィードバック機能ですこのフィードバック機能は作成中のリールのプレビューをアプリ内の友人に送信することができるんです皆さんもリール動画作っていてこれでいいのかなとかちょっと友達に意見聞きたいなということもあると思いますそんな時はですねこのフィードバック機能を活用すれば投稿前に友人からのフィードバックを得ることができます で、プレビューへのコメントだったりとか、共有はできません。友達にリール動画をいち早く見てもらうといったような機能です。で、こちらはですね、一部ユーザーにもう実装されています。もしかしたら皆さんもですね、プレビューを送るといったような画面がリール画面で表示されているかもしれません。その方はこのプレイバック機能を使用することができます。で、このプレビュー機能の目的としては、セカンドオピニオンを得やすくするという意図があります。 また不適切なコンテンツの公開を防ぐといったような目的もあります。インスタグラムはコンテンツの質をとにかく向上させたいんですね。他の TikTok だったりとか YouTube ショートとかライバル、競合が多くいる中、インスタグラムのリール動画、どんどん質のいいものをアップしてほしいんです。まあ、そのために皆さんがアップ前に友達にリール動画を公開して確認してもらえるといった機能を実装しています。 で、プレビュー機能、今はですね、まだ試験段階で一部のユーザーのみが利用可能です。広範囲での展開というのはまだ未定です。テストユーザーの反応を見て、こちらの機能が実装されるのかというところが決まっていくようです。そして、リール動画のアップデート2つ目がクリアモードです。こちらのクリアモードは TikTok に似た機能で、 リール動画の画面上にキャプションがちょっと表示されていたりとか結構見にくかったりしますよね下にもアイコンが表示されているとリールの表示画面が少なくなりますのでこれをですねクリアモードをオンにすることで非表示にすることができます でこちらのクリアモードは TikTok の影響を受けた機能で TikTok にはすでにクリアディスプレイというオプション機能がありますこちら使っている方もいると思うんですがこのクリアディスプレイに影響を受けた機能ですでも注意点としては説明文は検索順位に影響するため依然重要という点ですね クリアモードで見えないからキャプションはもうちょっとでいいかなと思われる方もいると思うんですが、リール動画のキャプションというのもしっかりとインスタグラム SEO に影響しますので、リール動画にもしっかりとキャプションというのを入力していきましょう。で、このクリアモードというのは各ユーザーがオンに設定しないと発動しません。自動でクリアモードになるわけではありませんので、こちら注意が必要です。こちらもですね、もうすでに一部ユーザーに実装されています。 このようにインスタグラムは小さい機能も一部ユーザーからテスト的に実装して反応を見たり広範囲に実装するのかというのを決めています、まあ、これもですね今 TikTok だったりとか他の SNS との競争が激化しているので、まあ、そこにしっかりと対抗していくために細かな機能というのもアップデートが多く実装されているという状況ですねそして次の機能が長尺動画のアップロードです 現状ですね、リール動画は90秒の動画をアップロードすることができるんですね。1分半の動画なんですが、一部ユーザーは3分間のリールをアップロードできるようになっています。これも結構驚きですね。最初はリール動画60秒ぐらいだったんですが、それが90秒なり、今3分間がテスト中ということです。 でさらにですね、10分間の動画アップロードも本社で初期テスト中ということなので、将来的には長尺の動画なんかもリール動画としてアップロードできるようになるようです。で長尺の動画は事前録画ビデオのみ使用可能です。リール上で今撮るよというカメラでの直接撮影では、長尺の動画っていうのは今のところ不可です。 で私のインスタグラムアカウントではもうすでに3分間のリール動画をアップロードできるようになっています。この機能は広範囲のユーザーで結構3分間アップロードできるようになっているので、もしかしたら皆さんもね、この機能が実装されているかもしれません。実際ね、この3分間のリール動画って結構どんな動画を上げたらいいのかっていうのが難しいところではありますよね。 TikTok でもなかなか3分見続けるというのは難しいところではあると思うんですが、まあ、長尺の動画でも対応していいきたいというのがのの狙いいです。というのも TikTok もですね今長尺動画にシフトしてきてきいるんですね。皆さんも TikTok 見ていて少しずつ動画が長くなってきているなというのは感じている方も多いと思います。 そのため、長尺へのシフトというのは、TikTok など競合他社のどこに対応したものですで。収益化の機会の増加というのも目指していますね。というのも、まあ、以前こちらの動画で Instagram 収益についてご紹介していきましたが、 リール動画は長さが短いと収益化しにくいんですね。例えば YouTube 動画であれば動画が長いですよね。まあ、基本的には1個10分近くの動画がほとんどなので動画の中に広告を挟むこともできるんですが、リール動画は1分前後の動画なので、ここに広告を挟むというところが難しいんです。 動画の中に広告を挟むことをインストリーム広告というふうに言うんですが長尺の動画になればインストリーム広告というのを挟む機会というのが増えますのでインスタグラムはリール動画に広告を挟んでいいいいきたいという狙いもありますこのようにインスタグラムがリールに力を入れているのはリールが使われている量というのが前年比でなんと20%増えているということなんですね皆さんも結構リールを目にする機会多くなったと思います やはり動画で情報を得るというのも私たち一般的になってきていますし、慣れてきていますよね。今、プラットフォーム間の競争外も本当に激化しています。こちらがですね、日本国内のユーザー数ですが、1位が圧倒的数字で LINE です。国民のインフラレベルの普及率ですね。9500万人が使用しています。それに次いで YouTube です。コロナ時代からかなり YouTube 伸びましたね。 7100万人でそれに続いて X、インスタグラムと続いています X を追い越して YouTube に追いつきたいというのがインスタグラムですねインスタグラムに続いているのが TikTok ですまだまだ数字は TikTok、インスタグラムに追いつくには時間はかかりそうですがかなりユーザー数を伸ばしてきているんですねこの5つのプラットフォームの中で順位を上け渡したくない むしろこの X を追い越して YouTube に追いつきたい。これが Instagram の現状です。まあ、そのためにもですね、今 Instagram、リールに力を入れて、コンテンツの質というのを向上させようとしています。そして次はカルセル投稿関連のアップデートです。皆さんも通常投稿として画像をアップすると思うんですが、そちらについてのアップデートをご紹介していきます。 まず一つ目が投稿可能枚数が15枚以上になります。こちらはですね、一部ユーザーにテストされているものなんですが、今までは10枚まで複数枚投稿としてアップロードすることができたんですが、そこから5枚増えて最大15枚複数枚投稿をアップすることができるようになります。こんな感じで15枚アップロードできるよといったような表示が出てきます。 私はですね、まだ10枚しかアップロードすることができないんですがもしかしたら皆さんも15枚アップロードできるようになっているかもしれませんこちらの海外のインフルエンサーさんが画像をアップロードしていたんですがこの方は19枚アップロードしていました今少人数のグループでテストを実施中です。 今後このの機能能多くのユーザーザにに使えるるようになる可能性が高いですねで。投稿可能枚数15枚以上になるとより詳細な内容をフォロワーさんに伝えることができるっていうメリットもありますしデメリットとしては投稿が長すぎるとユーザーの負担が増加する可能性があるかなと考えています。 15枚ってかなり多い気がしますよねスライドするのも大変ですし情報の内容的には10枚ぐらいがやっぱりベストなんじゃないかなと思うんですがたくさん画像がある人とかはもしかしたらこの15枚ぐらいあるとより詳細に内容を伝えることができるのでいいかなとも思います。かメリットとデメリットありますが今後この複数枚投稿というのが増える可能性があります。 今、頻繁にインスタグラムアップデートを行っていますが、インスタグラムのアカウント運用、難しいなと思っている方、こんなアップデートあってどういうふうに運用したらいいのかわかんないという方も多いと思います。ミキミゲームスクールでは、インスタグラムのコンセプト設計からどんな投稿をすればターゲットの人に刺さるのか。 こういったところから投稿内容の作り方で、キャンバでインスタグラムの投稿を作る方法、そしてフォロワーさんとの関係の築き方まで細かく学べるインスタグラム講座というのをリリースしています。インスタグラムアカウント運用をやっている方、ちょっと迷子になっているよって方はですね、概要欄、コメント欄にリンク貼っておきますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。で、次のアップデートです。複数枚投稿の 特定の投稿へコメントが可能になりました。これどういうことかというと、カルーセル投稿、複数枚で投稿していきますよね。今までは全体の写真に対してコメント欄でコメントをしていくという形だったんですが、特定の画像にコメントが可能になりました。で、これどういう風うにやるかというと、アットメンション機能を使用して画像番号を指定していきます。 例えば2ページ目に対してコメントをしたいよという場合は、アットにというふうにすると2ページ目に対してコメントを送ることができるんです。こちらもですね、限られたユーザーを対象に今テストが実施されています。で、これ結構ね、メリットもあるかなと思っていて、例えば月曜日から金曜日までのコーディネートを複数枚投稿でアップロードしていたとして、3枚目のドレスがこれ素敵だなと思ったとします。 で、今まではですね、コメント欄で3枚目のドレスすごく素敵です。もうこれどこのブランドですかみたいな感じで、コメント欄に3枚目とかっていう風に入れる必要があったので、結構面倒くさかったんですが、アットさんという風にすることでもうこの3枚目の画像をメンションして、このドレス素敵ですね。これいくらですかみたいなコメントをすることができるようになります。結構ファッション系だったりとか、あとはレシピ系のアカウントでも使えるかなと思っていて、 パスタ料理の作り方を10枚の画像だったりとか動画を交えてアップしていたとします。3枚目についてもうちょっと詳しく知りたいよと思った時に今までであれば3枚目のレシピの工程ちょっと詳しく教えてくださいといったようなコメントをしていたのが新機能を利用すればアットさんというふにすればソースの温度はどのぐらいにすればいいですかといったように3枚目の工程とか無駄なテキストをカットすることができるので結構これはね使いやすいんじゃないかなと思います。 そして次のアップデートが画像編集機能の実装です。これ結構ね、楽しみな機能なんですが、こちら見てみましょう。こちら写真を選択して、ハローという風に入れることができましたね。こちらもこの画像の上に文字を入れることができます。要はですね、インスタ上で画像と文字を組み合わせる文字入れ投稿を作成することができるんですね。 こちらも少人数のグループで今テストを実施中です。ちょっと複雑な文字入れというのは難しそうですが、簡単な一言コメントとか、ちょっと見出しをつけたいよという時には、インスタ上で画像編集ができるようになります。あとですね、他にもこんなこともできます。例えばオリジナルというふうにすると、画像をフルサイズで表示することができたりとか、ポートレートボタンを押すと縦向きにトリミングすることができたり、正方形というふうにすれば正方形というように 画像の比率を自由に変更することとができるという機能もありますね。これ複数枚投稿で1枚の画像だけの比率を変えれるのかポートレート縦型という風にすると選択している画像がすべて縦になるのかちょっとここがですねこの画像からはわからないんですが画像の比率っていうのをインスタ上で設定ができるようになるようです。 ちょっと縦型の方が画面占有率っていうのは多くなりますので、フォトレートで表示できるのはすごくいいんじゃないかなと思います。で、次はですね、DM 関連のアップデートです。まず一つ目がファイル添付機能です。今ですね、Instagram、DM 機能というのが最も重要視されているんですね。で、Instagram の CEO であるアダマ氏が最近のインタビューでこちらのように答えています。 インスタが何を最も重要視しているのかそれは送信数、DM でシェアされた数というふうに言っているんですね。もっと具体的に言うと、リーチ数を送信数で割った数。要は投稿を見た人の何人が友人にその投稿についてシェアをしたかというところなんですね。要は DM すごく大切だよというふうにインスタグラムの CEO も言っています。そちらについてはこちらの動画でご紹介をしています。 DM は Instagram において他の SNS と差別化するために最も重要な機能です。例えば TikTok には DM 機能なんかはないので DM 上でやり取りができるっていうのが Instagram の強みなんですね。ここをより差別化ポイントとして伸ばしていきたいんです。というところを踏まえて Instagram でファイルを添付できるようになります。 今まではですね、リンクでデータを送ることはできたんですが、ファイル自体を添付することはできませんでした。今、プラスボタンを押すと、ジフトスタンプを送るというようなボタンがありますが、ここにファイルボタンも追加予定です。ここから、例えば PDF ファイルだったりとか、ちょっと詳細わからないんですが、他のデータというのも送れるようになるようですね。あとは DM 機能で、小さいアップデートなんですが、3つあります。 一つ目が送信後のメッセージ編集です。これ結構助かりますね。送信後に、あ、間違えた。ちょっとここ編集したいよっていう時にメッセージを編集できる機能も追加予定ということですね。これもね、もう実装されている人もいるようなので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あと DM は来た人が上に表示されていきますが、まあ、どん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 古いメッセージっていうのは下に下がっていきます。 ただ、特定のユーザーをピンで固定するっていう機能も追加されるようですね。LINE とかにはあったりして、これはすごく便利な機能だなと思っているので、この固定機能も実装される予定です。また、メッセージを送信するグループを指定できるフィルター機能も実装予定です。今後、DM の機能もいろんな機能が続々と追加予定です。かなり力を入れています。そして、ストーリーズ関連のアップデートです。 まずですね、最近のストーリーズハイライト機能です。これ何かというと、過去24時間のストーリーズを自動的にハイライト化してくれるという機能なんですね。こちらのバーをオンにすると、24時間経ったらストーリーズって通常であれば消えるんですが、それを自動的にハイライトにまとめてくれるといったような機能です。このメリットとしては、新しいユーザーにコンテンツをアピールすることができる とというところもありますがストーリーズ1日で消えるから気楽にアップロードできるというところがあると思うのでこれを何でもかんでもハイライトにまとめられるという機能は私的には不要な気がしますがうんどうでしょうかハイライトもねやっぱ必要なものだけ選んであげれるというのでいいと思うんですが、まあ、こういう機能も追加予定のようですね。 またサブスク関連のアップデートです。ストーリーズを使ったサブスクリプションのプロモーションです。 このサブスクリプションというのが、今フォロワー数が1万人いる人が利用することができるんですが、例えば月額400円とか設定することができるんですが、そのサブスクメンバー限定にコンテンツを公開できるような機能です。ストーリーズを使ったサブスクリプションのプロモーションということで、サブスクやっている方は、ストーリーズをアップした後に、サブスクやっているから登録してねといったようなストーリーズが自動で追加されます。 ここれね、ね。私ももう実際に見たことがあります、ね、サブスクをやってる著名人の方のストーリーズの後にサブスク登録するみたいなボタンが出ていますもしかしたら皆さんももう目にしたことがあるかもしれませんでサブスクリプションの機能の普及率向上のためにこの機能が実装されています 実際サブスクリプション機能を使っている方はユーザーの0.1%ということでまだまだ認知度が低い機能ですねこれはですねもっと盛り上げたいというのがインスタグラムの思いですそして最後はブロードキャストチャンネル関連のアップデートですブロードキャストチャンネルはクリエイターが一方的に情報配信できる大規模なグループチャットです 1>, 1万人フォロワーがいるとこちらのブロードキャストチャンネルを使用することができて私も今 CanvaAI 最新トレンド部屋ということでこのブロードキャストチャンネルを運営していますでここで YouTube 上がりましたよだったりとか最新の情報なんかを配信していますがこちらのブロードキャストチャンネルのアップデートとしてはチャンネル限定のライブ配信ができるようになるようです 私のブロードキャストチャンネルにもライブ配信というボタンが追加されていました。なのでこのブロードキャストチャンネルに登録するメリットになりますので、チャンネル限定のライブ配信をやるというのもありですね。 もうチャンネル限定でライブやるので見に来てくださいというふうに言えば、ブロードキャストチャンネルのフォロワーさんも多く集めることができるので、ブロードキャストチャンネルを運営している方、運営したいと思っている方は、こちらの機能を自装されているか見てみてもらって、ある方はぜひですね、このライブ配信もやってみてはいかがでしょうか。あとはですね、カスタムで背景も設定できるようになっています。背景のところをポチッと押すと私のもできるようになっていました。 自分の画像もオリジナルでアップロードできますね。知らなかった。これちょっと設定してみます。あとは QR コードで認知拡大を促すことができます。シェアボタンを押すと QR コード。私のもこちら追加されていました。QR ボタンを押すと QR コードを生成することができました。色も変更できますね。この機能も知らなかったという方もいると思いますので、もう実装されているという方はぜひ活用してみてください。 はい、今回いろんなインスタグラムのアップデートをご紹介してきましたまだ実装されていないものがたくさんありますが皆さんも今回のアップデート実装されているかぜひご自身のアカウントを見てされていたらぜひコメント欄で教えてください今回の資料は公式 LINE の方で配布していますので詳しくは概要欄をチェックしてみてください動画を最後までご覧いただきありがとうございますめきめきウェブスクールの LINE お友達登録で 今、豪華5大特典をプレゼント中です。インスタグラム完全保存版おすすめバズワード集や、チャット GPT 本当に役立つ厳選 GPT 図10選、完全攻略ダリスリーおすすめのプロンプト集、そしてミッドジャーニーの保存版プロンプト全一覧の PDF や、キャンバのおすすめフォント集もプレゼントしています。LINE メンバー限定の勉強会やセミナーも開催中です。ぜひチェックしてみてくださいね。